一足先にサポートを受けた会社の実績。このように、3万ドル、月売上3万ドル、あるいは月売上1万ドル、または月売上1万ドル。こちら乳幼児のね、子育てをしながら Amazon エステに取り組んでいる会社さんです。かなり時間はないんですけど、1万ドル以上売り上げてます。月2万8000ドル。そして、この会社さんね、2万8000ドルの会員さんはもうこのように、以前からの売り上げ並べてくれるんで、非常にわかりやすくご報告いただいてます。そして、月売り上げ5万ドルと。まあ、世界的に見て、日本の物価は非常に安いです。物価の安い国から物価の高い場所に物を動かすのが物販の原理原則です。日本に住んでるなら、輸出ビジネスで稼がないのはもったいないです。